昨夜から今日にかけて、県内では西部を中心に激しい雨が降りました。昨夜から今日にかけて、県西部を中心に大雨となり、御前崎市全域と湖西市の一部地域の合わせて3万3000人に対して避難指示が出ていましたが、現在は解除されました。また浜松市内合わせて54万人に避難指示が出ていましたが、現在は解除されています。大雨の影響で浜松市北区細江町の国道362号ののり面が高さおよそ10メートル、幅50メートルほどにわたり崩れました。土砂の一部は撤去されましたが、国道362号は片側交互通行の規制が敷かれています。